鳥取市のハンコ屋いろは堂です。本日はお得意様向けのニュースレターが出来上がってまいりました。昨年末にはもうデータできてたんですけど、印刷に出したのがもう年末ギリギリだったので、やっと今日出来上がってきました。張り切って400枚作ったので、これからお得意様に発送したいと思うのですが、出来上がったものを見ますと、なんと、2013年と、間違ってデータを作ってしまっていたので、一枚一枚これシールを貼って修正してから送りたいと思います。非常に残念です。当店をご利用いただいたお客様、まあ、あるいは店頭で、ハンコを買っていただいたお客様に渡していきたいと思いますので、お手元に届いたお客様はぜひ、読んでやってください。よろしくお願いします。